久保さん。いやー、久保さんはやっぱすごいっすね。上級者っすね。いや、アンチョが来ても、お金に変えていくっていうね。僕はちょっと無理っすね。<laughs> まあ今回のテーマは、えー、できることをやるっていうね。はい。できないことをできるようになるっていうことも大事なんですけど、できることをやる。だから、両方大事だと思うんですけど、 まあどっちを伸ばしていった方がいいかっていうと、うん、できることを伸ばしていった方がいいと思うんですね。例えば、あ今できること。だから動画を撮れないけど、じゃあ,あの文章はちょっと書けるぞ。じゃあその文章をちょっと書けるんだったらそれを伸ばせばいいだろうし。で、伸ばしながら、なんだろうな。あ足りてないところを補っていけばいいと思うんですよね。うん。だからできること、なんか、 要は、なんでこれがいいかっていうと、スピードなんですよ。できないことをできるようにするスピード感覚と、できることをさらにやっていくっていうスピード感覚だったらど、どちらかというと、絶対できる方をやってった方が早いと思うんですね。だから、早く稼ぎたいんだったら、できることを徹底的にやるっていうことですね。うん。だから、まあ、なんだろうな。みんな、 なんかできないことを頑張ってできるようにしようと思うんだけど、結局そのマインドが低いっていうか、うーん、まあ覚悟がないというか <laughs> うーん、そういう人たちは途中でできないから、できないことをやろうとするから挫折していくるんですよ。だから稼ぎたいんだったら、まあやる以外ないんですよね。じゃあやれることやった方がいいんじゃないかなっていう。じゃあやれることってなんだろうと。例えば、 僕だったら、あのー、じゃあ、インスタグラムとかね、写真撮るだけじゃないですか。まあ、これって難しいのかなと思うんですけどね。うん。なんかまあ、写真撮るのが iPhone 持ってませんとか、スマホ持ってません、写真撮れませんっていうことだったらあれですけど。<laughs> うん、僕もインスタ始めても4年ぐらい経ちますかね。まあ、最近はね、一眼リフで撮ってるんですけど、まあ、最初の4000枚ぐらい。多分4000枚ぐらいは iPhone で撮ってますから、 うん、だからできることって多分探せばあると思うんですよね。うん。だからそれをやればいいんじゃないかなっていう。うん。例えば、あのー、僕、隙間時間にはインスタのいいね回りしてるんですけど、フォロワーがね、8000人きインスタグラムのフォロワー8000人来ましたね。直近で。8000人。で、やってることっていいね回りなんですよ。ポチポチいいね押すみたいな。え <laughs>、これできるやろ <laughs> みたいな。 いいねを押すぐらいはできんじゃないかなと思うんですけどね。で、いいねを押すと逆アクセス来るんで、あの、全員じゃないですけど。うん。だから隙間時間僕やってますけどね。できること。うん。もちろんできないことにも挑戦しますけど、まあ、できることは常に毎日やってる。まあ、動画を撮れるし、動画も日々やってるんだけど。<laughs> でも、動画に関してはね、最初からできたかっていうと、うーん、最初はできなかったですよね。うん。 ただなんで動画やっていくかっていうと、まあ動画がパワーあるっていう、お金を稼ぐ上で直結するっていうところは僕は知ってるので、トークですよね。うん。久保さんも YouTube なんかあったら今の久保さんないですし、うん。でもそ、そうは言ってもね、動画できない人はやろうと思ってできなくなるんで <laughs>、いや、だったらできることやって、で、できないことを補っていけばいいんじゃないかなと、思いますけどね。 いってらっしゃい。